さあ始まりました。本日も昼の午後3時からやってまいりましょうか。塾生少年よろしくお願いいたします。じゃあそれでは相方のね島田さんを氷島に呼んでみたいと思います。おや、ちょもう一回呼んでみましょうね。おっと、ちょうど話し中のようですね。なるほど。ですね、今 LINE が飛んできまして、あと2分待ってくれということですね。2分喋らなきゃいけないっていうね。これは困りましたね。まあでも先週たまたまね、これ本当はやろうかと思ったんですけど、ラジオ放送。ちょっと僕の方が仕事が忙しくてですね、ちょっと時間までには来れなかったので、島田さんだけですかね、先週は多分。こっから。ちょこっとだけ氷島の方に飛ばしてスカイプでやってたみたいなんですけどもね、じゃあちょっともう一回呼んでみましょうか。急ぎすぎでしょいや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 、時間を与えませんよ。お、映りましたね。いやいや、急ぎすぎでしょ。何回かけんねん。いや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 、ほらほらほら。何回かけんねん。ほら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 。本当にもう。いやね、ほら、一回繋がんないと、あれどうしたんだろうっつってね、二回三回はありますからね。もう何回かけるんですか、はい、本当もうね。はい、氷島でございますからね、こちらはね。はいはいはい。いや、いい天気ですね、今日もね。いやー、次ここ1週間はとんでもない暑さだよね、沖縄はね。はいはいはい、びっくりする。だってもう9月ですよ。いや、10月でしょ。あ、10月か、10月ですよ、もうね。10月でこの暑さですからね。超暑い。もうだってこっちのだって車の中の気温40度だからね。キッチンカーじゃないじゃないですか、もうね。軽く湯だってますよ、それ。いや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 、まあね、全然まだまだね、あの水着どころかもう裸で泳げる感じですよ。なるほど。っていうかですね、まあ相変わらずなんですけど、これ今スカイプのカメラ、島田さんの顔がドアップで映っております。だからそうなんですよ。そもそもちょっと待ってねっつってね、準備があるからねっつってね。もう言っ、はい、もう余裕は与えないですからね。いやもう本当ですよ、はい、いやいやもうね。しかも今日ね、たまたまね、おろくさんがちょっと別件で今那覇戻ってて、おお、俺一人で今こっちで営業してるから手がなかなかね、はい、ああなるほどね、回らないんですよ。うん、まあなんで今日はラジオの放送中に、はい、お客さんが来たら忙しくなったらブツって切るというね。ああ、いいですねそれね。いやいや、いいですねじゃないですよそれ。いや、はい、本当もうね、そういう感じになるんで、もうよろしく。いやー、まあでもね、やっとですよ、やっと慣れてきました。何がですか、氷島の生活に。お店の方が、はいはいはい、やっとね、いい感じになってきましたよ。もう2ヶ月、3ヶ月経ちも、2ヶ月半ですか。いや、まだまだ、まだでも、うん、実際オープンしてまだやっと2ヶ月経ってないぐらいなんで。はい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 、やっと1月、やっとフルで、うん、1日から、うん、ラストまで開けたっていうのを、まあこの間9月はいはい一発目やったっていうのが初めて。ああ、なるほどね。うん、やっとですよ。まあ一回やってみてね、はい、思ったことは、はい、まあ客商売は大変だなと。キッチンカーは通常のこのあれ全然違うからね。そうでしょう、やることがだってまた違いますからね、普段とは。違うからね、はい、よし戻ってきた。おお、いつものキッチンカーに戻ってきた。よし。でも黒くなりましたよ。え、黒くなりましたよ。いやもう絵見たらわかりますよね。ほんとね。ええ。よし。でもね、ちょっと放送中だからね。表の看板にラジオ放送中って書いといてください。生放送中ってね。そうそうそう。はい。はあ。一服しよう。
ラジオ中だけど行くしよう。でもどうなんですかこの郡島人の入りは。いやもうねやっぱね、台湾人が7割。あーやっぱり。そうそうそう、台湾人7割、韓国人が4、3割。はい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 。日本人が1割みたいな。あー台湾人、台湾の方最近多いですよね。そうそうそう、この国際通りでも結構いるんで人が。そうそうそう、結構でも今ね韓国の方が多いかな。はい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 。またね韓国の方は美人な方が多くてね。あーなるほどね。びっくりしますよ。でやっぱり郡島に来て思ったことが、はい、世界各国の水着、はいはい、いやすごいね。属性にカテゴリー、もうカテゴライズできるね、いいの。本当にそれはね、皆さんもう生活習慣が違いますからね、流行ってるものすら違うんでね。そうなんですよ。まずですね、はい、日本人、はい、日本人の水着、はい、これはもうあのね、年齢層と、あとはもうこの属してるこのヒエラルキーですよね。うん、スクールカーストによって違いますと。はいはい。だから僕よくあるのね、やっぱり大学でこの講義、うん、はいはい、にまた行動があってね、はい、一番その前の方で座ってる、まあこのね、まあ、勉強めっちゃしますよっていう人たち、うん、もう本当にもう勉強、大学生の本部は勉強でしょうっていう人たち、はい、まあこの人たちは基本的に、水着は持ってきてないです。ああ、なるほど、はいはい、基本的にはもうね、うん、基本的にはね、そうそう、はい、みんなでこう楽しもうっていうね、はいはい、海でっていうよりかは、まあ多分ちょっとね、はい、肌の露出も恥ずかしいかなぐらいのこの感じもね、はいはいはい、うん、するわけです。で、中盤、はい、もうね、まあこう、いわゆる大学生、はいはいはい、学業、恋愛、バイト、ね、もう本当にサークル活動も、もうイケイケですよと。はい。そう、こういう人たちは、あれですね、程よい花柄、そしてパレオ。あー、なるほどね。そうそうそう。はいはいはい。なんとなくわかりますよ。そう、今年はもう基本的にはただビキニが多いね、やっぱりね。まあそうですね。はい。うん。かなり。そう、そして、もうヤンキー軍団ですよ、はい、ギャルまっしぐらみたいな。はいはいはい。もう基本的には大学の中でもあの勉強するっていうよりかはもうやっぱり男と女の勉強するっていうのがね、メインだから。やっぱりそう、はい、はいはいはい、やっぱりそういう、うん、そういう勉強、はい、そう、大人の保健室的なそういうものがまあこうね、主に勉強してらっしゃる方々は、はい、際どい。そうですね、すごい際どい、だいたい4人ぐらいいると、はい、まあ可愛らしい感じとかじゃなくてもなんかね、君たちはあれですかっつって、ユニバースとかに出る感じですかみたいなね。もうビキニっていうか、もうそれあれやん、もう布巻いた感じとか出してる水着やんみたいなね。はい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 。そう、先生それ布の面積ちょっと減らしすぎですやん。、うん、でもそういう人に限っても完全にモデル体型だったりするんだけどね。まあまあそうですよね。そうそうそう、うん、やっぱり私を見てオーラがすごいね、方がね、やっぱいらっしゃるんでね。まあまあ、やっぱりね、水着を選ぶところにでも、やっぱりそれは、私にこれは似合うだろうっていうのは選んでますからね、やっぱりね。いや、これに対してね、はい、だからこう海をやってて思うのは、はい、メンズの悲しさだよね。男ってなかなか毎年変わらないですよね。そう、だからその、まあまあ、正直ね、僕もね、はい、メンズなんでね、はい、興味がないんですけどね、別にね。男性の水着はね。でもあれですよね、男ってこう、うん、大体まあ水着は変わらないじゃないですか。はいはい、はい、まあやっぱり夏なんで脱ぐとなるとやっぱ脱ぐわけですよね。そうですね。あとはその体の鍛え方うんぬんですよね。いや、まだそこにね問題が一個あることを俺は発見したんですよ。はいはいはい。やっぱりこの郡島で、はい、一つこのまあ男子がこうね海に入るって言った時に、うん、まあ男子の海パンなんかは別に何でもいいと。はいはい。基本的にはこうちょっとね長めのね、いわゆるこの膝よりちょっと下ぐらいあるかなぐらいの、ね、うん、そうですね、うん、もうかなりもう長めのね海パンが多いんですけど、はいはい、基本的にそのやっぱり一番大事なのって、はい、首から上なんですよ。首から。昨日もこの話をした。はい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 。昨日もこの話をしたんですけど、人間は、はい、生まれ持って優劣がついていると。はいはいはい。そう、めちゃめちゃ性格がいい子、はい、あとはもうめちゃめちゃ性格が悪い子、はいはい、
これをいわゆるあの点数式にしたらプラス1マイナス1ですよと。はい。まあ、でもそれにやそれだけじゃないと人は。はいはいはい、まあね。うん。そう、生まれ持ってやっぱり 外見がもういわゆるこのイケメンかどうかと、もしくは美女かどうかと。ここはもうはっきり言って生まれた中に差がついてると。そうですね。もうそれは時点でもう決定してますからね。はい。昨日言われたんですよ。島田さん、人間の価値はそこじゃないよ。はい。いや、それはそうですよと。はい。そんなの分かってる。人間の価値はやっぱりもうトータルバランスです。うん。全てがね、うん。内面も含めのトータルバランスです。うん。ただ、生まれた時にやっぱりプラス1持ってる人間はいるわけですよ。そうですね。で、そのプラス1を持ってる人間が、こう、なんだろう。性格も良ければ、おそらくプラス2ですよと。はいはいはい。でも、性格が悪くてイケメンだったらプラマイで0ですよ。ん？はいはいはい。うんうん。イケメンじゃなくても、もうめっちゃ、めっちゃガッチャガチャな顔面だったとしても、はい、性格が良かったらプラマイで0になるわけですよ。なるほどね。そう。はいはいはい。で、当然これは性格とかはね、人によってまた好みとかのね、プラス加点も当然あるから、はいはいはい、わかんない。まあ、それでバランスが取れるんだろう、はい、うん。人間イケメンだけがあれじゃないよと、人間美女だけがあれじゃないよと、はい、違うと、はい、そのイケメンとか美女とかも結局その例えば今これからねその宮さんとこう今話したの脱ぐ脱がないの問題になって、はいはいはい、水着をね、うん、こうのみでいくと、水着のみでいくと、はい、ってなった時にいわゆるこの見せれる体をするに鍛えてるかどうかっていう努力が見えるわけですよね、もはやね。そうですね、うん、もうあからさまにただ細いのとか、はいはい、ではなくてもこれしっかり鍛えてるぞと、はい、っていうのだったらもう加点なんですよ確実に、はい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 、プラスですよ、まあね、体の処理をしっかりしてると、うん、もう確実に加点なんですよと。そうだからその加点に対してさらに首から上がもうね完璧だったらもう最強じゃないかと。そうですよね、うん、うん、っていう話をあのおろくさんと2人でずっとしてた昨日でした。海の話じゃなくなっちゃう。全然海の話じゃないですよそれね。そうそうそう。で結局何が言いたいかっていうと、はい、氷島で今俺が思ってることは、はい、首から下も首から上も両方ともかっこいいぜっていうのは見たことがない氷島で。ああ、なるほどね。そう、基本的にめちゃめちゃガタイがいいやつ、まあパーフェクトなやつはいないと。そう、はいはいはい、ガタイもいいし、うん、顔もかっこいいっていうこのダブルイケメンっていうのは、はい、やっぱり存在しないね男に関してはね。ああ、なるほどね。いや、分からん。氷島ではね、両方見てないよ。イケメンはね、脱がない。いやいや、そんなことはないんじゃないですか？もう本当にもう、はい。イケメンはもうやっぱり、そうやすやすと脱がないね。はい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 。これはもうやっぱり思ったよ。逆にあの、美女は脱ぐね。うん、いや、もうほら、これはもうやっぱりこの、この、なんて言うんですかね、やっぱりこの、今もう皆さん自撮りするじゃないですか。そうですね。ね、自撮りして、まあ GoPro でも何でもそうですけど、そうだね。自撮りしてこうアピールの場が増えてますからね。本当ですよ。もう僕も何回写真撮られたか分かんないですよ、もう。でしょ？やっぱりそれを考えたらね、うん、その女性はこうなんだろう、撮られて注目されるっていうのは好きですからね、基本ね。いや本当ね。だから基本的にでもやっぱ男も女も写真好きだなと思うよ。はい。じゃあさ、まあねラジオだから分かんないけどね。やっぱりこういうことをしてるわけですよね。そうですよね。はい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 。そう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 。うん。そうそうそう。そうなんですよ。うん。やっぱりこうね、沖縄に来てね、海辺に立っちゃうとね、うん、やっぱりお互い写真を持って、ちょっといい写真なんかをね、うん、こう作りたくなるわけですよ。そうですよね。うん。そうそう。海辺のな、この波止場に座ってね、うん、ちょっとね、少しタンクトップでも着てね。はいはいはい。そうそう。友達にカメラ持ってもらってね、叩かれてる感じを撮るとかね。はいはい。やりたくなるわけです。これも仕方ない。それ仕方ないです、うん、これ仕方ない、はい、ただそれを毎日見てる俺っていうのはもう菩薩ですよ。もう本当に、まあそうですよね、もう菩薩です、はい、私はね今もうそこで、ね、ああ楽しそうだなって思いながらもそこでね、そうそうそう、はい、そうなんです。そしてね、やっぱりこう大事ですよね、ペアルック。そう、最近なんかペアルック増えましたよね。もうね、だから多分このペアルックって言ってる俺とビアさんの多分あれがもう多分ダメなんだろうけどね。いや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 、もうこれだ、これだ、いやそんな、だってとか、ね、そう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 、そう
双子コーデとか、そういうのが増えてきましたよ最近ね。ねえ、まあ、やっぱり僕と皆さんぐらい昭和感あふれるともうね、もう双子コーデなんかはペアルックです。そう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 、ペアルックなんてしてんのが最近ちょっと恥ずかしいあれでしたからね。いやね、いやまあね、我々の時は、はい、でも今なんかもうすごいよ。だって水着がまず両方一緒やし、あーはいはいはい、もうその上に着てるのも一緒、うん、もうね、沖縄に来るためだけに多分ね、うん、2人揃ってこう新調してるわけです。服はいはいはい、の水着をね、はい、もうそのテンションとコストのかけ方にはもう脱帽ですよ。すごいですよね、やっぱりね、たまの旅行だからね、ここはそういう土地だった。本当にここはそういう土地だった。ずっと全然もう忘れてた。まあでも、ね、開放感、はいはいはい、まあでもコストパフォーマンスとしてはいいんじゃないですか、ね。まあ、確かにね、うん、そう。あとね、あ、もうちょっとこの、ね、今週の放送で俺は何を言いたいかっていうのは1個だけもうね、はい、決めたことだった、はい、どういう水着が一番もうなんだろう、うん、破壊力があるか。破壊力、そう、これ女性ですよね。これもその女性が着る水着が男性に対して一番破壊力があるのは何か、はい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 、いうのを分かってしまったんです、はい、ここで答えは、はい、ワイシャツにあり。ワイシャツ、びっくりした、はい、びっくりした。まあ今その実はその氷島のこうね入ってすぐ海辺で営業してるんで、もうビーチサイドなんですよ、はいはいはい、うん、もうなんでもう皆さんねそのままこう遊んでる姿が見えるんですけど、はい、多分ね、まあ、女性もそうなんだけど、まあ、男性もそうだけど、やっぱ日差しが強いから、はい、うん、羽織るものが必要なんですよ、正直。はい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 。この羽織るものがなければ、もう僕みたいに、もうほんとね、もう完全にゴングロになってしまうと。はいはいはい。まあ、なんで、羽織るもの大事なんだけど、羽織るものを多分忘れてきたのかな、うん。もしかしたらね。うん、もしくは、急いで出てきたから、羽織るものなかったのかな。はい。普通のブラウス。ほう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 、普通のブラウス。なんとなくわかりますよそれ、うん、はいはいはい。しかもちょっとデカめのね、うんうん、普通のブラウスをただ羽織るんだけど、これもう水に濡れてるからもう体にひっつくわけですよ。はい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 。これの破壊力はすごかったね。いいっすねそれね。水着とかじゃないのもう、うん、なんか破壊デストロイデストロイ破壊とか、うん、これはもうわかりますよそれ、うん、もうあざとい女子には本当ね、よくやって、本当すぐやってほしい。もう友達もしくは彼氏とね、まあ、大学のサークルでもいい、はい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 、皆さんで来た時には、うん、羽織るもの忘れてきちゃったって、まあこれしかないからいいやって言って、うん、もう着るわけですよ。そのもうワイシャツ、それはそう、まあね、それはもう完全に狙ってるあれですよね。もうでもね、それもうね、はいはいはい、びっくりした、うん、あ、これかと。うん、もうだからいわゆるそのね、枯れ地、枯れシャツがあるわけですよ。はいはい、枯れシャツというね、はい、枯れ新地に泊まった時のシャツっていう、ね、はいはい、あれがあるんですけど、この枯れシャツ in 海っていうね、うん、もうねダブルパンチですよ。はいはいはい。もうあれは多分ね一生見ることは僕もないと思うんですけど、はい、ぜひやってほしい皆さんに。これはね破壊力は違います。それはどんな女性でもいいんですかね。外見とかいいんですかそれは。やっぱでもそれはそうでしょ。ある程度ね、やっぱりその体に自信がある人も、ああまあね、そうね、うん、ある程度はね、ある程度はね、ある程度はね、はい、まあ、そうじゃないとなかなかね、そうですよね、う、うん、よくないから、うん、そういうのがあります。見栄えとかそういうのもありますからね、大事ですから、はいはい、そうなんです。よいしょ。さあ、なるほど、いいですね。こんなね、なかなかこんなこと、まだまだあったかいから10月いっぱいぐらいまではね、まだいっぱいいるでしょ。いやー全然入れるよ本当に。もう毎日海入りたいぐらい。ただもやっぱり夜はやっぱりちょっと冷えますかね。いや、あのね、はい、車で走れば涼しいけど止まってたら暑いよね。あーなるほどね、はいはいはい。もうだからもうすごくちょうどいい、うん、もうだからもうやっぱり沖縄の旅行は10月がちょうどいいね、うん、本当にもう、はいはい、もね、そっちはだって今那覇祭りも終わったでしょ。そうですね、大変な人混みでしたね。その那覇祭りもあるし、やっぱりその、はい、この日差しもちょっと和らぐし、でも海も入れるしっていうこのね、はいはいはい、すごいこのいい感じなのがやっぱ10月で、やっぱりね一番いいよ、うん、沖縄に来るときこのね感じがね、やっぱこの時期がね一番、いや素晴らしいよ。
いやー、ほんとね、そんなことを思って日々生活をしております。はいはいはい。ええ、いやー、那覇祭りなんかすごかったらしいね、でもね。結局その那覇祭りの、はい、そのなんかこの速報じゃないけどさ、それが、ラフスのニーアンが挙げててさ、はいはい、那覇祭り大綱引きの参加者、アメリカ人8割、うん、ああ、そう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 、うん、いやでもそんなでもないですよ、ちゃんとそのアメリカ人が7割みたいなね、で中国人には日本人1割みたいな1割みたいな感じだったんですけど、まあでも確かにそんな感じだった。多いです、多いです、うん。もうすごいよね。もう誰がための綱引きみたいになっちゃったよね、もはやね。もうなんかそのイベントごととして考えられてるんで、別に綱引きがどうのこうのじゃないんですよ。まあねまあね、であとその最後の綱、ね、っていうのもあるんで、別にねそこでなんだろう、その綱引きをする意味とかそういうのは関係ないですね。もうイベントとして。うん、そうそうそう、そうだよね。なのがあるんで、やっぱりすごいよね、うん、もうだからもうなんだろう、本当にこのおそらくこのイベントとして、はい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 、綱引きしちゃったってことは、うん、もう海外のトマト祭りとかも全部外人しかいないってことだよね。そうですそうですそうです、もはやすごいよね。イッテ Q のあれじゃないですけど、宮川大輔がねお祭りに行くわけじゃないですか。だからあんな感じですよ ね、 すごいよね。だからもうその那覇の綱引きが、まあ、はいはい、那覇だけの祭りじゃなくなってきてるっていうね。いや、ほんとね。そうそうそう。いや、よくないですよ、ほんとにね。そうなんです。日本人にもぜひ参加をしてほしいじゃんっていうのをね、非常に思うわけですよ。そうだよね、ほんとは。本来ならばそうじゃなきゃいけないんですけどね。まあ、はい、なかなかね。そう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 。まあまあ、ね、まあ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 、いいっすよ。もうお祭りに飽きたら、もうね、氷島来たらいいですよ。もう毎日お祭りみたいなもんですよ、もう人混みで。そんなにいないでしょ。もう氷島すごいだろ。もう氷島そんな人口密度高くないでしょうよ。いやいや、ね、もうね、に今だから本当2ヶ月こっちに来てね、うん、まあたまに那覇に帰るわけですよ、うん、弾丸でね、うん、昨日実は那覇に帰りました、ちょっと。はいはいはい。半日ぐらい。はい、すごいよね。一回まあ車をね、こう行って高速降り、まあ高速降りて、はい、新都心あたりのコンビニに入ったわけですよ。はい。都会を感じたね、コンビニにね。いやいやいや、びっくりした。そんな浦島太郎的な、もうすごいよ。それだけに何がすごいって、うん、まずコンビニにスーツを着た人が買い物に来てた。はいはいはい。マゴで俺スーツ一回も見てないからね、コンビニで。うん、うん、すごいよ、もうね。うん、スーパー浦島ですよ、本当に。もう思わず言っちゃったもんね。都会やさ。ここ都会やさ言うてしまったもん。そうですよね。まあこっちは全然都会ですよね。いやー、うん、びっくりしましたよ、本当に。もうね、何もなさというかね、うん、改めてこのね、この自然、対自然のね、はいはいはい、はい、感じてましたよ、私、うん。いやー、まあね、まあそんなこんなでね、2ヶ月経ちまして、はい、少しこうね、やっと落ち着いてきましたんで、はい、いろいろとまあね、できることも多くなってきました。おお。まあ、やっとね、お飲み物とか商品とかね、何をしようかとか、いろいろ、やっと考えが固まってきてね。やっとそうそうそう。何をしたらいいのかなね。はいはいはい。そうそう、やりながら、まあ、やっと1ヶ月ですからね、まあ、最初のこの、まあ、最初はね、うまくいかないのは、あれですから。そうそうそう。はい。まあ、こっからね、どんどんとね、まあ、実はその、明日にはコザにもちょっとね、お店を出そうかっていうね。コザ、あさってかな、はい。金土。はい。金土はちょっと出張でコザの方のね、ところでちょっと、商売もさせてもらうんで。はいはいはい。うん。氷島だけにとどまらずね、もうキッチンカーでいろんなところに出るっていうね。ああ、いいですね。もうそれ日本全国回ったらどうです。いやいやいや、まずいまずいまずい。日本全国はまずいでしょ。せめてまあ沖縄一周でしょうね。沖縄一周なんかいいんじゃないですか。はい、まあね、沖縄一周ね。はい、沖縄一周。やっぱだから、今すごいそのまともなものしか売ってないのよ。はい。もうやっぱりこの美味しい飲み物と美味しいドリンクをね、うん、売ってるわけですよ、うん。やっぱちょっと変なものも欲しいよね。やっぱりそう。変わったものね。変わり種ね。うん。うん、変わり種が欲しいよね。はいはい。ね、記憶に残るね。はいはい。やっぱりハブとかね。ハブ酒とかね。本当はだからテキーラとかハブ酒置きたい、私は。
はいはいはい。でも被弾した時にもう何もかもが終わる。そうですね。うん。なんです。これが厳しい。終わる。被弾が一番怖い。うん。よくないね。もう被弾をしないためにやっぱりこう日々をね、はいはいはい、安全に生きてると、はい、昨日那覇に帰った時にねまとまって報告を受けるわけですよ。はい。誰とこれがこうだとか。はい。あれとあれがこうでこうでこうなってるとかね。はいはい。あれがちょめでちょめでちょめでとかね。あるわけですよ。はいはいはい。なんてよろしいんだと。こう、田舎にずっとね、平和に暮らしてるとね。まあ、情報は入ってきませんよね。こっちの情報なんてね。そうそうそう。はいはい。いわゆるね、コンビニでね、週刊実話とかを見た時のね、このスキャンダルにまみれたのが楽しいってあるんですよ、ね。はいはいはい。その受ける衝撃とね、うん、あれとね。そう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 。うん、もう、これを感じてしまったわけですよ、2ヶ月目にして。はいはいはい。ゴシップは良くないってあんなに言ってたのに。はい。ゴシップが必要だと、うん、よくないね。そうそう、それがちょっと、ね、ちょっとそれが美味しいなって思う時もありますからね、ゴシップを見ながら。そう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 、はい。そうなんですよね、うん、なかなかそれが難しいなと思ったね、まあ今日この頃でございますよ、はい、いや楽しかった楽しかったさあさあ皆さん、じゃあ今日はどんなのを、じゃあどうしましょうかね、今日は久しぶりに、じゃあ久しぶりにニンジャリバンバン、いやいやいや違う、なんでニンジャリバンバンってそれキャリーパンピフォンでしたっけ、そうでしたっけ、はい、でしたっけってやばい、でしたっけね、それは。じゃあちょっと今日は、じゃあビヨンセでもいきましょうかね。おお、はい、ようわけでございます。はい、じゃあ、はい、ビヨンセさんでクレイジーインラブですね。そういうことですね。またちょっと島田さんを呼び出してみたいと思いますね。いや久しぶりですね、このラジオの席に立つのをね。結局先週やらずに2週間ぶりにやってるんですけどね。お、繋がりましたか？現場の島田さん。俺やで。はいはい、どうもどうも。俺やで。あ、つながりましたね。俺やで。いやいや、わかりますよ。わかりますよ。はいはい。はあ、このリラックス。あ、ハンモックまで用意してあるんですか、それ。いや、買いましたよ、自腹で。もう、はい。ですよ。持ってる、はい。俺の持ってる、すべてのポイントというポイントを結集して、はい。一つのサイトにまとめ上げ、はい、それをその商品にぶち込むということで、1万5000円のハンモックが、はい、2280円。いや、どんだけポイント集めてるんですか。いや、もうかき集めて、はい、本当にもういろんなものを全部やったから、うん、もうないもうない、もうあとはなんかドンキのポイントぐらいしかない。はいはいはい。いや、素晴らしいよ、ハンモックってすごいね。うん、ハンモックはなかなか、でもあれですよね、その使おうっていう気にならないですよね。そこ使えるスペースがないじゃないですか。そうだ、使うタイミングとか、そう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 、環境によるじゃん。うん、いや、ハンモックすごいよ、うん、何がいいってハンモックって下から空気が入るのね。はい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 。もうだから涼しいのよ。おお。で、上はまあ、なんかそこそこ、このなんつうの、この空気であったかいやん。はいはいはい。もうね、やばい。一瞬で来る。いや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 、はい、浮遊感。まあね。みやさんが試しに5分ぐらい、はい、こう、一人で喋ると、はい、俺はこの携帯を多分そのままこう、落として、はい、もうそのまま多分熟睡ですよ。いやいやいや、熟睡されても困るんですけどね。もう俺の寝息だけ、はいはい、寝息だけね、はいはい、寝息と寝言が聞こえるかもしれない、はい、じゃあそれで残り30分ぐらい行ってみましょうか。それね、やばいね、はい、そうだよ。もうね、この間もみやさんがね、はい、まさかのこの急遽、はい、お休みというね、はい、スーパー事故がありまして、はいはい、びっくりしました。私が
一番びっくりしたんですけどもね。はい。いや、まさかですよ。まさか、ただ、その日はそういう風になったんですよ、昼に。ほう。で、まあ、これ、時間がいつも3時じゃないですか。はいはい。で、まだその、作業中だったわけですよ。はいはい。ね、そしたら3時ぐらい電話かかってきて、あのすいません今からすぐ来れないですかねっつって、はい、いやいや、はい、今あの会議中ですって言いながらね、はい、はいはいはい、っていうことが、まあ、先週ね起きてしまってびっくりするよね。あ、でもなんかまあでも実りある会議であればまあそれはそれでいいんだけどね。ああ、全然実りとかそういうものはないんでね、うちのあれには。ない、はい、ないです、ないです。ないのかい、はい、よくないね。いやー、皆さん、俺はね、そしてね、はい、今すごい思ってることがある。はい、名護に、はい、ご飯屋さんが欲しい、もっとたくさん。おー、なるほど。うん、ラーメンを食べようと思ったわけですよ。はいはい。久々にね。はい。あー、ラーメンでも食べるかっつって。はい。選択肢が花月のみ。それはちょっと寂しいですよね。うん、いや多分ね、街中にっていうかその名護の市街地この中にはあるんだけど、はいはい、駐車場がないんじゃない今度ね。ああ、なるほどね、はいはいはい、う、うんうん、もうだからそうなってくるとやっぱりこうね、ある程度もやっぱりこう車じゃないといけない街だからそこは、ね、そうですよね、うん、って考えるともう2択なんです。もう花月か多分三八か、はい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 、もういわゆる大手チェーン店ですよ、うん、いやー来てほしいね三竹寿さんね。はい、もう三竹寿さんに来てほしいよね。あれはでも今三竹寿さんの跡地に今つけ麺屋さんができたんですよね。そうだね、そうなんですよ。そう、またラーメン屋さんがね、そう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 、那覇はだから今ラーメン戦争すごいですよ。いやー、なんかね、はい、そのこの間も言ってたけど、なんかその新しいラーメン屋さん、そうそうそう、豚骨ラーメン屋さんね、またすごい広告も売ってるよね、うん、売ってます売ってます。なんか替え玉無料とかね、そう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 、だってレセプションでね100杯まで無料で100杯以降は100円つ、いや半額か、半額とかでやってましたからね。すごいよね、うん、しかもあとなんか面白いの見つけて、なんかちょこっと寿司とかっていうね、なんかおしゃれなお寿司屋さんも国際取りにできてたね。奥じゃないですかね多分それ。そう、結構奥なんです。国際通りというよりもなんだろう、市場からちょっと入っていったような。でも牧師川かな、牧師川ですか。そうそう、牧師川の、はいはいはい、まあホテルとかの向かいぐらいだから、あのゲームバーがあるんですよね。ああ、はい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 、もうあの牧師のあれ、あそこの近くですかね、はい、そう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 。そこの近くなんですけどね、はい、あのちょこっと寿司っていうお寿司屋さんも2階にできてる。はいはいはい。で、あとまあニュースでこれは知ったんだけどね、あのやっぱりこのやっぱりステーキね、はいはい、やっぱりステーキさんがなんとね、今度はもう海外進出と。おお、すごいね。すごいですね、やっぱりステーキ。今でも沖縄だけで結構あるんでしたっけ、そんなにありましたっけ。結構ある、結構ある、結構あるんですよ。うん、すごいよね、ステーキ戦争ですよ。まあね、県民省でもずっとそのステーキのことはやってますからね。やっぱりこの観光で来る方は大体皆さんステーキを目指してきますよね。いやいや、素晴らしいよね、うん、ほんとね、うん、そうだからご飯屋さんがでもないんですよ。だからその、はいはいはい、食べたいなと思ったらとんかつ屋さんもないからね。でもなかなか、でもそっちは近くに車で行かなきゃないですよね。まあね、まあね、歩いて行けるとこといえばローソンぐらいかな。うん、車で行くとなると結構なんかバラバラになりそうでね、あれですよね、一箇所にこうね、ガツッとまとまってるわけじゃないから。そうだからもうなかなかさ、都会がさ、はいはい、都会でこう食べれるものはなかなかこっちでは買えないので、うん、もうマジでこうあれですよ、おのぼりさんですよ。本当にそう、那覇なら那覇でね、すぐそこにいる。でもちょっとだけ歩きはもうすぐあるっていうのもね、結構あるから。いや、本当ね、うん、なかなか難しいですよ、うん、いやそしてね、なんか面白い、うん、そうそう、でまあ昨日久々に帰ってね、いろいろとこうまあいろんな人間と話すっていうのもあって、はい、ちょっと喋ったんだけど、
すごいね、俺が沖縄に来た時の年齢が27歳なんですよ。はい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 。で、僕が一緒に働いてた、そのね、あの子たちの、はい、今の年齢が28歳ぐらいの年なんですよ。今の年齢が28歳、はいはいはい、うん。僕が沖縄に来た時の年齢と、僕がそのこっちで、うん、まあ、いわゆるこのね、あの、まあ、この、進行というか、はいはいはい、があった、まあ、うん、いわゆるこう年代っていうのちょっと4つ下ぐらいなんで、うん、はいはい、それがまあついに俺が沖縄に来た時の年代に追いついたと。はいはいはい。なんかね、感慨深かったよ。え、何がいやいやいや、あの、感慨深いとか言ってるよりもそれだけ年を取ったってことですからね。いや、まあね、もういい年ですからね。そうですよ。でも30超えたらいい年って言っても、34ぐらいまでいい年だから多分ね。いや、でも33、4ぐらいまでが面白いんじゃないですかね、多分。多分ね、一番面白い年だと思いますよ。32から34ぐらいは多分変わんなそうだもんね。はい。でも20代って多分何やってもね、楽しいと思うんですけど、あんまりよく分かってないんですよ、20代なんで。まあね。そうそうそう。で、30代になってくると、ようやくこのね、世の中の流れっていうか、まあね、そう、いろんなものがこう、まあね、大人のいやらしい部分だとか、いやいや、本当ですよ、ね、もうね、そういう、いやらしい部分、そうですよ、もうだってね、その、ちょうど今ね、うん、選挙の時期ですしね、うん、大人としてのこの一票のまたあれが出てくるわけですよ。はい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 。っていうのがね、例えばこれで30代ぐらいになってくるんで、まあ34ぐらいまでは多分一番面白いんじゃないですか。何やってても今度充実感が出てくるんでね。そうね。そう。で、社会的にもこう上に立つような年齢になってくるんでね。はい。いや、本当ね。そう。いや、素晴らしいです。だってあれですよ。僕がだって高校卒業してからすぐ働き始めたんですけど。はいはい。まさかですよ。平成生まれのやつと一緒に働くとは思ってなかったですからね。いや、もうね、また平成からまた年号もまた変わるわけですよね。そうですよ。だって、もしかしたらね、僕らがだって昭和生まれなんで、で、働き始めたのが平成3年、6年ぐらいか、平成6年ぐらいなわけですよ。はいはいはい。はい、まあ、平成6年今いるからね、別にね。そうそうそう、平成6年普通にいますからね。すごいよね。で、最初にこう平成元年のやつだと一緒に仕事するようになって、いや、まさかなと思いながらね。まあね。そう。まあでも、まあ、そっか、だから宮さんからしたら特にそうだよね。俺は大学の時に一応平成元年とも働いてたから。はい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 。アルバイト先でね。うん。ついに来たかみたいな話をしてたけど、ね、そう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 、ついに来たかってね。だから、上の人たちを見ると大体皆さん昭和じゃないですか。はいはいはい。昭和30年代とか40年代とかね。そうね、そんな人たちが多かったんで、はい、いやー、年は取るねもうほんとね、氷にいるとね、うん、時が止まってますよ。そうですよ。もうここが精神と時の部屋かですよ。現在あれですよ、島田さん、ぼーっとしてたらそのうち、平成元年生まれのやつにどんどん追い抜かされますよ。いや、まずいね。はい、それはまずいね。だって今平成元年生まれの人は今30手前じゃないですか。はいはい、はい、でしょ。え、違うでしょ。うん、今平成 20？ もうそんなとこに来てんの平成が。確か平成そこまで来てますよ今。やばいでしょ確かそうですよ。それやばいでしょ。もうだってそんな、もうオチオチしてらんないですよ。いや、オチオチしてらんないね。はい。いや、ほんとね、うん、すごいよ皆さん。はいはい。もう落ち着く気配がゼロだよ俺本当に。いやー、落ち着きたいね。うん、もうなんだろうね、もう一切さ、はいはい、一切こうやっぱりこう一つの家庭を作るっていうのが大人だとしたらさ、うん、もう一切こう家庭感ないからね。まあでしょうね。でもそんなに、でもねえ、もともとそんな結婚願望があるわけじゃないじゃないですか。いや、僕らって全くないんだよね、うん、これがまたどうしようかないやいやいや、どうしようかなっていうよりも、どうしようかなっていう考えるよりも、まあね、うん、まあでも今が楽しんじゃってるからあれじゃないですか。いや、もう問題だよね。だからこのよくさ、うん、まあこっちで、正直こっち来てからさ、娯楽があまりでもないわけですよ、うんうん、だからこうね、漫画とかを読むわけです。はいはい。実は漫画とか読んだらさ、この漫画とかでお一人様のなんちゃらってこうね、女の子の
うん、この30ぐらいの人のね、婚活のなんか大変な話とかね、はい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 、なんかそういう漫画を見たりするわけですよ、うん、で、かたやその宮さんが言ったとおり俺ですよ、結婚する気どころかそう、もはやもっと手前なんですよ、そのことに対してね悩んでる、そう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 、うん、これいいのかなと本当にこのままの人生でってね、いやもうだから全然仕事が楽しくて、はいはいはい、まあ、友達もいて、はいはい、でまあこうね、この仕事がうまくいけばっていうこのね、こう、うん、なんだろう、この何かゼロから以上作るっていう、こうチャレンジもさせてもらってて、うん、すごい充実してるわけですよね、え、それはそれでいいじゃないですか、うん、すごいんですけど、かたやね、この中学とかの友達がさ、はい、もう子供2人目の2人目が生まれてさ、はい、子供2人がこう、うん、なんか仲良くね、こう、うん、お互いをこう向き合って寝てる写真とかを、ね、はいはいはい、こう上げてるわけですよ、うん、これはこれでいいのか俺はとたまにね、そこにクエス、そのそれでも言われるクエスチョン、でもだってね、ほら今なんか世の中も今ほとんど皆さん晩婚じゃないですかって言うよね、うん、いやそうなんですよ、そう、そんなにこう周りが慌てて結婚結婚っていうね、せかすあれもないですからね最近は、いやーほんとそうなんですよね、うん、まあ、だからもう自由にやりすぎちゃってね、はいはいはい、これは大丈夫なのかと、いやそれぐらいがいいんじゃないですか、31ですからね、うん、32ですからね、仕事が楽しくてたまらないよって言ったよ、ほんとね、だからもうそれぐらいの年が一番いいでしょうね、今ちょうど油が乗ってる時だと思いますよ、おー、まあ、ほんとね、油が乗りすぎ大変ですよそれはまあ体にもね、体にも乗っちゃうし、ね、本当に、いやもうあのね、なんだろうな、体重はね増えるんですよ、はい、はいはいはい、俺も人生で一番多いんですけど、うん、でもこれ多分多少筋肉なんですよね今もうね、はい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 、なんかいろんな積み下ろしとかをね、うん、シェアしてね、ちょっとだけね、だからごつくなってるわけですよ、はいはいはい、これはこれで大丈夫なのかと。もう、そう。ほっそりはしないね。そうですよね。毎日もう結構やっぱりべちゃべちゃに汗かくけど。だって今、なんでしたっけ、芸能人の方でもあれですよ。今までこう、肥満と騒がれてた人がどん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 痩せてってますからね。いや、すごいね。だからライズアップの効果ね。そう、あれすごいですよね。すごいよね。あれでも、まあ、あんだけ痩せたらですよ。あれ多分、はい、まあライズアップならライズアップ続けなきゃいけないんでしょうけど、あリバウンド怖いっすよね、うん、まあね、俺もまあ沖縄来て4回やってるからね、リバウンドね、うん、まあよくないよ、よくないですよね、リバウンドはね、リバウンドはよくないよ、そう、まあ、ダイエットはこれ続けなきゃいけないっていうのがあるからね、てかもうそうだから本当だから、もう逆にだからライズアップじゃなくて、はい、もう僕はだからもうライズアップじゃなくて宗教を作ろうかと島田教ですよ、島田教、はいはいはい、もう人生50年と、はいはい、もう武士だと、うん、好きなものを食べて食べたいように食べると、はい、で結果は持てればいいと、おお、なるほど、うん、太ろうが何しようが違うと、うん、健康的な生活、はい、程よく持てる、はいはいはい、そこでもういいだと、いいと、うん、もうそれでいいんじゃないかっていうので自分に自信を持とうみたいなね。おお、なるほど。うん、そんな宗教をやろうかな。いやでもあんまり集まりそうにないですよその宗教ね。需要ないかね。需要ないんじゃないですか。需要ないかな。だってそこそこモテたいっていうのがまずね。いやまあね。はい。まあ確かにね。いやでもまあなんだろうね、毎日ね、最近氷島にずっといて、もうほんとね、毎日写真を撮られるわけですよ。はい、はい、はいはい。ほんとに。まあ、このね、俺が座ってるこのバスが可愛いっていうのがまずね、9割9分の多分ね。あ、いいじゃないですか。はい、多分あれなんですけどね。もう、お兄さん一緒に写真撮ってくださいっつってね。はい。あ、いいですよと。はい。写真撮りましょうねっつってね、こう写真を撮るわけですよ。はい。で、まあバイバイっていうわけですよ。はい。で、ここから今、話の写真が1だとして、今ここの話終わりが10だとしたら、はい、この1から10までが全部中国語ですからね基本的に、
おそらくこういうことを言ってるだろうな。はい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 、うん、そんな感じでございます。ああなるほどね。結果そこのおまけでしかないっていうね、まあ、そうなんですね。だからマスコット的な感じ、マスコット的な感じなんでしょうね。まあそれもそれでいいんじゃないですか。いやよくないよ、はい、いやいい人生だと思いますよそれね、はい、ほんとね。いやまあ楽しくねやってやらせてもらってますけどね、ほんとね、はい、まあなかなかね大変な人生でございますから。これはでまあこれからですよね。またこれがワゴン販売でやっていきませんね、2台3台っつってね、ワゴンがどんどん増えてって、ね、はい、そうね。まあだからこの何がどうなるか分からんけどね、うん、まあ何かしらのね、はい、この広がりが見せればいいなと思ってね。でもそうやってだって土地の使用料だけでいいんでしょ、要は。まあね、ね、変な話、そうです、ね、そうです。それさえあれしとけばきっちりやっとけば沖縄県内だけでも5台、まあまあ、5台ぐらい増やせんじゃないですか。いやいやいや、まあでもやっぱね、はい、思うわけですよ、はい、やっぱりこの沖縄で商売するっていうので一番大事なのは、はい、人だと。そうですよ、人ですよ、うん、そうだから飲食業に人が足りないとかって言ってるわけですよはいはいはい。でそのやっぱりこの飲食業をね実際、まあ、一番もういわゆるこの大変だと思う、うん、大和市場だと、うん、でもここに参入するのがたくさん簡単だから参入商品も参入しますね、うん、でまあどんどん潰れていくよと、うん、でこの中でやっぱりそのじゃあ生き残ってるとかどういうところかっていうと、うん、やっぱりこの人材育成とかね、はい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 、やっぱりその人に紐づくことが多いと、はいはいはい、強い店員さんを作るというかね、うん、でこうなった時にはもうね適材適所だわやっぱり、はいはいはい、強烈なカリスマを持ったというかね、強い人間がその店舗にいるっていうのが強い、うん、まあ確かにそれはありますね、うん、そう、お客さんはリピーターは人につくね、お店じゃないね。これはもう俺もやっぱりこの沖縄の商売やっててなんかそんな感じがした。まあ確かにそれはありますよ、うん、うん、店舗じゃなくて人に来るね、深夜にずっと行ってる、まあ働いてるんですけどもう1店舗ね、うん、深夜に行ってるところでもやっぱり14年ですかね続いてるのね。やっぱ客層見てると人ですよね、誰々がいるからっていうのでもあるし、まあ店がそんだけ長くやってればね、店のブランドっていうのもあるから、まあどんなに新しい店ができてもそれだけ長く続けてられるってことは多分おそらく、そうだよね、まあ人なんでしょう。最初は人ありきかな、ブランディングとかはね、そう、後からついてくるものなんと思いますからね、後からついてくるものかもしれないね。そう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 、うん、そう、そんなことをかみしめてね、また1週間頑張りたいと思います、はい、なるほどね。まあそこでまた1週間頑張っていただいて、来週ね、そうね、またこの時間が来た時にはね、さらに黒くなってるっていうね、いやほんとね、はい、まあそろそろ同化しようかなと思ってね思いますよ。キッチンカーの裏の素材とね、はい、ほんとね、はい、さあ来週はじゃあ実況麻雀ということで、はい、いやつまんねえ番組。いやいや、実況麻雀っていうその解説もずっとラジオで言わなきゃいけないわけでしょ、うん、そう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 、そうでしょ、上茶三、うん、三層切り、そうでしょ、うん、うん、そう、シャーチャの番ですね、はいはいはい、うん、やるわけです。そんなことやんなきゃいけないわけでしょ、そうそうそう、はい、いいと思います、はい、やりましょう。じゃあ来週は10月18日ですかね、お水曜日、はい、遠い岩の話、遠い岩ですね遠いわの日ですね。まあ無理やりちょっと今つけましたけどね。はい。大体こんな感じ。はい。それでは、そうですね。じゃあまた来週、今もう裏ではエンディング曲流れてるんでね。はい、おできる子。はい。それでじゃあまた来週。ありがとうございました。